皆さんこんにちは、マクスメです、今回はですね、渋谷にございますこちら鬼そば富士屋さんにやってまいりました。何でも原価率 102% のラーメンが食えると聞いてやってきたわけです。早速行きましょう。さあ行くぞ。こんにちは、今日はよろしく今日私がいただけるラーメンをご紹介いただいてよろしいですか。何しろラーメンだよバカ野郎。噂の原価率 102% マックスだよバカ野郎お前こんなお前があれだろ。うわ今日海で全部取ってきたから危ない、まずかったな。お金いらねえからな。いただきます。よし。村井どうだったんだよ。ああはっきり言っておう。はっきり言っておう。日本一うまかった。そうか村井、本当においしかった。よし村井お前は今日でドキンコラーメンの卒業だ。ありがとうございます。村井お前いくらでも金食っているぞ。たくさんいただきます。ありがとうございました。俺今日のこと忘れんなよお前。忘れません。忘れません。今日で鬼そば卒業だ。ありがとうございます。いただきます。いや団地でうまかったです。あ、本当ですか。ありがとうございます。ガチで私結構ラーメン割と食うんで、はい、割とうるさいんですけど、いや本当に日本一うまかったかもしれない。ありがとうございます。俺ら850円って見た時に正直ホテルで何を言ってるんだ。いやホントに分かったです。びっくりした。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。内藤さんよろしくお願いします。どうもありがとうございます。今日はどうした。すみませんありがとうございます。お疲れ様です。いえいえ全然ありがとうございます。